市立図書館で所在がわからなくなっているいわゆる不明本についての認識を問います。全国各地の公立図書館で不明本の発生が確認されています。本市においては2005年に市立図書館が所蔵する1冊1万円以上の高額図書26冊、金額にして55万円分が行方不明になっていることが明らかになりました。中には絶版になったものも含まれていたことから、問題を大きく捉え対策が強化されたとお聞きしています。不明本の発生原因の一つは無断持ち出し、窃盗などの悪質な行為によるものと言われていますが、本市の現状と対策はどのようになっているでしょうか。認識を問います。企画部長でございます。私からはご質問の第3項目目、私立図書館における不明本について順次お答えいたします。本市では明石市町人仕事創生総合戦略におきまして、トリプルスリーの一つの指標として本の貸し出し冊数300万冊を掲げ、いつでもどこでも誰でも手を伸ばせば本に届く町の推進に取り組んでいるところでございます。昨年1月27日には明石駅前に明石市民図書館がオープンし、本の町明石の実現に向けて子どもの成長に合わせた取り組みとして、すべての赤ちゃんや3歳児を対象としたブックスタート、ブックセカンド事業を実施するとともに、学校図書はもとより民間大型書店との連携を図るなど、明石市民図書館を核としたさまざまな施策展開を図っているところでございます。さらに本年7月からは、移動図書館舎について、県下初となる大型と小型の2大体制で、現行の巡回エリアを大幅に拡大し、市内の隅々まで本を届ける環境を整備していく予定でございます。図書の蔵書数につきましては、現在明石市民図書館では約40万冊、西部図書館では約13万冊、図書館舎では約3万冊、合わせて約56万冊を保有し、市民の皆さんが自らの教養を深めるため、また日常生活の課題解決に役立つよう、図書や資料の提供に努めているところでございます。明石市民図書館においては、本年2月には異例のスピードで来館者数が100万人を超え、4月には貸し出し冊数が200万冊を超えたところであります。そのような中、ご質問の1点目、不明本に対する認識についてでございますが、残念ながらご指摘のとおり、図書館の蔵書につきましては、所在のわからない図書、不明本が存在することは事実でございます。不明本の把握につきましては、図書館において毎年1回約10日前後の長期整理期間を設け、すべての図書の蔵書点検作業を行っているところでございます。蔵書点検作業で所在が不明とされた図書であっても、その後返却されたり、発見される場合があることから、さらに翌年度の点検作業で1年経過しても見つからない図書については、不明本として蔵書から削除する除籍処理を行っております。現時点では明石市民図書館分として、初めての蔵書点検を現在進めていることから、あくまでも旧図書館のデータとなりますが、不明本として除籍処理された直近2カ年分の冊数と金額につきましては、平成28年度分は823冊、平成29年度分は730冊となっており、各年度末の蔵書冊数に占める割合は約 0.1%、金額に換算しますと、単年度あたり約110万円となっております。不明冊数が多いジャンルといたしましては、小説やエッセイなどの文学分野、料理や家事関連書籍などの生活分野、スポーツ関連書籍などの芸術・スポーツ分野となっております。なお、図書の所在が不明となる原因といたしましては、館内の整理誤りで不明となる場合、また、故意に貸し出し手続きを行わず、持ち出しされた場合などが考えられるところでございます。図書は税金で購入した市民全員の大切な財産であり、
不明本の存在は図書館運営上の大きな課題であると認識していたところでございます。続きまして、ご質問の2点目、今後の対策についてでございますが、まず近年、最も有効な対策として導入されておりますのが、整理と盗難防止のための IC タグを図書に取り付けることでございます。これにより、返却時には IC タグを読み取り、漏れなく整理ができるとともに、貸し出しの際には図書館の出入り口に盗難防止ゲートを設置することで、正規の貸し出し手続きを行わず、通り抜けしようとするときには、IC タグとセンサーが反応し、音で知らせる仕組みとなっております。本市では、旧図書館の図書に IC タグはありませんでしたが、明石市民図書館を開設の機に、保有するすべての図書に IC タグの取り付けを行っております。この IC タグを導入している他市の事例では、不明本の割合が 0.02% と、本市の旧図書館と比べ、数値的に一桁も低くなっていることから、本市においても大幅に不明本の削減が見込まれるものと考えております。加えて、館内くまなく防犯カメラを設置いたしております。また、旧図書館から引き続き、職員による巡回や監禁防止のため、図書に蔵書院を押すとともに、図書の無断持ち出し禁止を表示するなどの対策を講じているところでございます。これらの効果等につきましては、IC タグ導入後1年を経過し、実質的に初めてとなるこの度の蔵書点検の結果を踏まえ、検証等を行っていく予定でございます。つきましては、検証結果を踏まえ、不明本の実態や傾向を把握の上、例えば不明冊数が多いものについては、職員の目の配りやすいところに配置するなど、より具体的できめ細やかな対策を講じるとともに、利用者に対するマナーアップや適正な手続きについて、さらなる周知徹底を図ってまいりたいと考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。